始まったか。プレリュードは僕が奏でよう。アイアムリカバリーアトリック。ダメだ、叶わねえ。みんな逃げろ。命が惜しければ逃げろ。おい、あんたどこに行く気だ。そっちはグールの巣窟だぞ。暴走が始まる。おい、聞いてんのか。このままじゃあんたもグールに。やめとけって。あんたも巻き込まれるぞ。それにこんな状況で奴らに向かって歩くなんて、どう考えても正気じゃねえだろ。まだすべきことがある。あんたさっきから何を言って。消えた。さっきまでここにいたのに。何者だったんだあいつは。月が赤い。残された時間はわずかだ。我が名はシャドウ。影に潜む、影を狩る者。血の女王、赤き月の下でお相手願おう。決まった。最高のシチュエーションで最高の実力者ムーブ。舞台は夜、パニックに陥る街を見下ろす僕。そして何より、空には赤い月。完璧だ、何もかも。まさか僕のやりたいことリストを埋めるのにこんなぴったりのシチュエーションに巡り会えるとは。しかも血の女王というボスキャラ付きの豪華仕様。無法都市万歳。赤い月万歳。ただボスバトルは最後に取っておいてこそ。まずはやりたいことリストが優先だ。逃げ惑う人々、そんな中怪しげなことをつぶやく謎の少年は済んだわけだし、次はあれにするか。来ないで。まだ死にたくない。鈍いな。まだ。群れたところで我は倒せぬ。やはりこの程度か。暴走が始まった。早く逃げた方がいい。暴走？どういう意味なの？貴様が知る必要はない。今宵の舞台は我が幕を下ろす。一瞬でいなくなった。まだお礼も言えてないのに。いやー、よかったー。窓ガラスをぶち破っての登場からの大立ち回りからの意味深なセリフで退場。影の実力者というと音もなく現れるみたいなイメージだけど、たまには派手な登場もいいものだ。エキストラのリアクションも最高だったなー。いかにもモブっぽいセリフ、僕も見習いたいくらいだ。いいねいいね、無法都市。まさかこんな一気にやりたいことリストを埋められるなんて。さて、そろそろか。
あとはあの塔に潜入してお宝を回収しつつラスボスとの激闘を繰り広げた上で勝つだけだ。かくして問題は解決した。逃げ惑っていた人々は誰も裏で激闘を繰り広げた者の存在を知る由もない。勘ができる。無法都市での幕切れにはちょうどいい影の実力者ムーブ。夢がある。いや夢しかないよこんな展開。待たせたな血の女王。余興は終わりだ。今向かおう。